ボサテラス、わからん。いや、ほら、ほら、洞窟半宮のすぐ下で、第三半宮の上で、わかんなかったら、三日月半宮の斜めにてあるよ。あそこ、分量ルートね。ついたては正面壁の発射場ルート、ルートファインディングのオリジナリティでは日本一だね。登ったのか。最後に登ったのは11年前、俺がトップで登った。第三半宮の手前で足滑らせた。楽下でザイル確保してたセカンドに叫んだよ。楽どうなったの。直撃だ。そっち殺しても死ぬようなやつじゃなかったけどな。前の年にはエベレストでサミッターにもなった。すごいな。気温は常に氷点下、酸素は地上の3分の1って世界で。頂上踏んだ時あいつは記念写真も撮らず旗も上げなかった。ただひたすら空見上げてたそうだ。厳冬期エベレストの上空を鶴が飛ぶことがあるんだ。地球上で最も高い場所に立ってもあいつは自分のその上の上の鶴探してた。俺はすごいクライマー殺しちゃったんだよな。なんでそんな話をするの。腹決めた。どんな。俺ゆうちゃんと一緒にツイッターというアタックするよ。俺にはまだ無理だよ。いや無理じゃないって、もう決めたから。いやおい、そろそろ駐車場に戻るぞ。もうちょっと、あと30分今日は戻ろう。また来るからな。ダメだよ純、飛行機の時間があるな。ゆうちゃん、その時はドア駅から歩くよ。どん時。あ、やだよ俺。ホームから486段登るよ。来月は無理かも。じゃあ再来月だ。お母さんスイスに行くって。スイスの同時通訳の仕事があるんだって。結城さんですね。はい。ここから私がエスコートします。あ、はい。こんにちは、純くんだよね。来年一人でジャンボ乗るなんて。じゃあ行こうか。お願いします。お父さんに渡すものがあるんです。今日見つけた。くれんのか。僕の代わりに大事にして。
実は僕来年の春エベレスト挑戦することにしたんです。おお、すごいね。その前に結城さんと一緒についたてを登りたかった。うん、あの夏親父と結城さんがやろうとしたことです。俺が年を取ったことを忘れないでくれよ。俺が33ってことは結城さんおいくつになられたんでしょう。決まったのか参拝。いやまだ。でもやるでしょ、中曽根の悲願ですから。政教分離を謳って憲法に違反すると公明党が反対。と参拝の形式と玉串料の使い方もあるからな。いずれにしろトップじゃないでしょ。あんなのとつるんでんのか。山仲間です。誰？販売の安西。あれ、おう、あ、新前橋19時40分出発、登山指導センターで一泊して明日の朝一番で一ノ倉山向かって、ついたては正面駅にアタック、もう逃げられないかね。なんで俺なんだよ。ゆうちゃんみたいなのが結構やっちゃうんだよ。何を。普段冷静なやつに限ってね、脇目も振らずガンガン登っちゃうの。興奮状態が極限まで達しちゃって恐怖感とか麻痺しちゃうの。ありえない。アドレナリン立ちまぐりでどんどん高度稼ぐの。クライマーズ入っちゃうの。だから俺を選んだわけ。好きなんだよその好きなの。選んだっけ。クライマーズ、はい、クライマーズ、はい、クライマーズ、はい、そう。いやいや、やだよこれ。安西、ポケベル鳴らしたらすぐに連絡入れろ。調子は。嘘つき、今日中にきっちり片付けろよ。相手が次乗らねえ程度なら。なんだよ片付けろって。なんでもない、つまんない仕事さ。駅で合流するから。そっちが遅れたら今晩中に登山指導センターで追いつくよ。どんなことがあっても追いつくから。あれ、二人で山ですか。あ、ゆうちゃんの教育少しは登ろう会の面倒を見てくださいよ。申し訳ない。あ、何。いや、お前さ、なんで山に登るんだ。ここで答えんの。いいえ、いいんだ。降りるため。降りるため。そう、降りるために登るさ。中年パーで頑張るべ。逃げたら罰金だからね。そうで来ませんか。姉ちゃんもシャッター下ろそう。帰ってもらうから。やります、やります。大丈夫ですか。いや、あと何人か届けましょう。あ、やります。ちょっと本当にいいです。はい、もう次ですから。はい、さあ、あと100万は上乗せするよう私社に掛け合いますんで。だからお金の話を言ってるんじゃないでしょ。私は。じゃあ何の話。あ、すいません、何の話をしたらいいでしょう。迷惑ですから。なんとかお願いします。お願いします。じゃあそんなみっともないことしないでよ。お願いします。お願いします。なんとかお願いします。乗りなさいよ早く。失礼します。君、関係のキャップ、
佐山です。あ、佐山、失礼します。あ、ちょっと、はい、なんて言う気なの。はい、あれお前クズだよ。いい年して部下もいない遊軍記者なんだよ。結城さんは生涯一記者です。生涯一記者。だからさ、なんで結城なんだよ。やんちゃな記者抱えてる地方新聞社ってかっこよくないですか。失礼します。ああ、お疲れ様です。お前なんだね。雀荘の方が全然涼しい。本日の最高気温 31.9 度。高谷の SE 大会15日本決まりです。地域報道班は政治部の応援か。まあ、届かない。フレキシビリティが売りですから、日野さん。はい、半年目じゃない。構成はもうできてるです。田山さん、県警クラブ。川島君、15分で戻るって言ったろ。実心ですが、電話で妙なこと言ってます。悪いけど、あったらまた。ああ分かった、何かあったらポケベル鳴らせ。ついたて言うわか。ああ落ちんない。どこどこ、ちょっと拠点見るよ。ついたてだって。落っこっちまいな。本音だろそれ。おい、グリコ森永。あ、ゆうさん。おう、どうした。さっき川島から言ってきたんですが。なんで。ジャンボが消えたそうです。ジャンボが消えた。うちの基本部にはまだ何も入ってません。たった今ですが、臨時ニュースが本番になりました。東京発大阪行きの日航123便がレーダーから消えました。繰り返しお伝えします。ただいま入った情報によりますと、東京発大阪行きの日航123便ジャンボ機がレーダーから消えたということです。この飛行機は午後6時羽田を発ち、7時に大阪に着く予定でした。この後は番組まで実行して日航123便、共同通信ニュース速報、東京発大阪行き日航ジャンボ機が横田基地の北西数十キロの地点でレーダーから姿を消しました。長野、群馬の県境に墜落したのよ。県警戻りました。おい、そこまで全員ポケベル呼べ。これから東京だ。あれだ、あれだ。はい、航路ないだろ。航路はどうのって問題じゃないよ。おい、おい、日光に電話ぶち込め。乗客も急がせろ。県境ってどの辺。長野、群馬、両県警な。それとあと消防と役場、自衛隊もだ。数十キロとはもっと南だ。共同通信ニュース速報、日航123便の乗員乗客は524人。繰り返します。単独の航空機事故としては史上最大、それで最悪。おい、山県、地域報告はもらうぞ。了解。ああ、これ会議です。地図下につけ、県境カバーしてるから国土地理。はい、ご報告します。車内封したね。ザキ、はい、大井村。乗客名簿に戻しましょう。乗客名簿。はい、県内関係者当たります。任せた。なるほど、最優先で。なんだよ。俺ちょっと駅まで行ってくる。なんで。人を任せるから10分で戻る。ああ、ユキ、はい、すぐ戻ります。そこにいよ。レコ、戻ってきて口を押さえて。よっしゃ。レッツレッツ。電話どうすんの。対策本部が立ち上がるかもしれないから。おい、
もしもし、ここでも変わりました。カスヤです。ついてこい。いや、ちょっと駅まで。安西か。んなもんほっとけ。社長がお呼びだ。アメニさん、来てるかもしれないから。東京発大阪行き日本航空123便ジャンボ機から緊急連絡が。なんか弱みはないのか、向こうに。ですから弁護士先生がおっしゃるように、若い銀でうちの掃除屋が動いてますんで。若い銀。サンドイッチ。はい。返事は大きく。はい、ただいま。おつけ県内関係者の拾い出しに入ります。ぼやがね。日航機墜落の全権デスクだ。最後まで面倒を見ろ。何？いや、自分が全権デスクですか。落ちたのは群馬。そうと決まったわけでは。決めればいい。群馬、うちの事故だ。ぼやいくつになった？もうじき40です。あ、 40？ はあ。群馬の新聞らしく思い切ってやれ。わかりました。いや、失礼します。おい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 、おお、全権ゆうちゃんか。全権ゆうき。おー、ゆうちゃん全権だ。よし、デスクの島に全権デスクセットするぞ。はい、手当てかかれよ。頼むね。頼むね。出らんねえよ。じゃあ待てろ、追いつくから。はっきりしねえな。相変わらずな、ここは。まあでも長野側って言ってるから、とりあえず長野側に行ってみよう。うわ、動くしかねえな。あと今回前線基地をどうするかなんだよ。前線は現場が特定しないと決められねえだろ。あとあと、あ、でもよっちゃんたちが今藤岡に向かってるらしいから、そっちに任せよう。あ、よっちゃんたち向かってんの？うん、もう大阪出てるはず。あ、本当？もう出てないじゃん。バクは何やってんの？バク行くぞ。あ、出発。よしよしよ、動くよ。ねえ、長野、群馬、どっちよ。埼玉って話もあるね。だって米軍と自衛隊が包囲出してるでしょ。分かんないってわけないよね。横田のなんとかってナビ使って計測してんだけど、これが結構アバウトでさ、数キロの誤差なんて当たり前だもん。怖いわね。ちょっと待ってね。はい、安西です。ゆうきです。安西からそっちに連絡入ってませんか？今日から一緒に山じゃ。その予定だったんですが、飛行機事故があったので。じゃあ連絡ついたらテレビでやってる山へ行かせればいいんですか？仮に墜落現場が群馬側だとしたら、のぼろう会のメンバーに助っ人を頼むかもしれません。主人も喜ぶと思います。ゆうきさんと一緒に仕事ができるなんて。連絡があったら電話を送れるよう伝えてください。はい、わかりました。おい、山の連中使うのか？山歩きの経験のない記者だけじゃ危険だ。みんな他局だろ。一応上に話しておけよ。ダメだ。1年かかっても無線機一つ入れさせることのできない練習だぞ。なんで無線機入れないの？うちは記者は氷点下の山地を駆け回り、何キロも先の電話を目指して自転車をくるべし。何それ？恐竜。恐竜？恐竜どもの言い分。武田氏自分に冬の大事件大久保連席を取材なさった方々に。トトロギザウルス、オイムラトプス、カセヤノド。山に入るとなったら通信手段が必要じゃない。時代遅れの精神主義者どうにもならないよね。うちは山に登り墜落現場を取材しても下山しなきゃ原稿は送れない。現場に行けるならそんなことでもあっていい。大久保連席も今宵限りか。
あ、これ、これ、これ、はい、これもベンちゃん持ってて。よくやるって。長野と群馬の県境にある武道峠に続々と向かっています。墜落現場の特定はまだ。ゆきさんです。ここの対策室は対策本部に所管です。今夜のうちに上野村役場にも原本作るようです。よし、取材前線基地を上野村に置く。待機中の記者とカメラマン6名全員をそちらに移せ。俺も現場に行かせてくださいよ、ゆうさん。キャップの前が県警留守にしてどうすんだよ。こっちには川島残します。それでも足りなきゃ県庁周りには詰まわしてください。まだこっちかどうかわからんだろうが。ゆうさん、そんなのは関係ないでしょ。すぐそばで世界最大の航空機事故が起きてるんですよ。現場行きますよ。状況がわかるまで待て。了解です。俺たちは幸運だったのかな。え、何？大久保連席の時は新米だった。ああ13年間大久保連席で飯を食ってきた連中は実ってるさ。長野で会ってくれって。お前ホッとしてる？まあホッとしてるってや。そうだな、スケールが違いすぎる。いた、いた、いた、いました、いました、いました。県内関係者一人いました。農大二高の野球部員の父親です。農大二高って今甲子園だろ。初戦さよなら勝ちしたよ。2回戦の応援に向かうためにいらっしゃるの。おい、メントルと頭急げ。はい、甲子園組呼び出せ。社会面差し替えだ。はい、了解。はい、うん、勝さん、動画だけの写真見ようか。これしかないんで。おい、締め切りまで2時間切ったぞ。はい、はい、はい、分の1だ。おら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 、2時間切ったぞ。敵、これ全部敵。敵、墜落現場の特定はまだできねえのかよ。ドタバタ後半になりますよ。そこで放置ないで政策と臨転に行っといてください。そんなことお前にやるもんじゃねえよ。そういえば武道峠で白煙、方向からして群馬側、目撃証言および長野埼玉の窓が無線で言っています。もういいでしょう、ユウさん。現場に行かせてください。行け。ただし現場を踏んだら速やかに戻って本部を固めてくれ。了解です。夜明けまでは決してのゴールだ。なるべく早く山屋をそっちに送る。山屋、誰ですか？安西か。俺、あの高校企画の宮田だ。冗談よしてくださいよ。こっちは真剣勝負なんです。なんだと？山登りの連中なんかいりません。それよりカメラよこしてください。いない。武道峠と甲子園に出払った。地域報道班の連中が残ってるでしょ。一人送る。さよな、よく聞け。県境の山は相当険しい。自衛隊か消防団のケツから絶対に離れんな。分かってます。神田、はい、カメラ担当で裁判に合流。え、俺ですか？行ってきます。お願いします。食べて、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 
からないですよ。うちが掴んでる情報は小倉山。いや、杉野さんに間違いはないんですけど。杉野さんじゃないんです。あ、県警消防はもう登ってる？県警の人がまだ山に入るなっつってんだよね。長野側から山に入ったっていう情報もあるぜ。さあ、わかんね。自衛隊ヘリ、サーチライト3回点滅。どこで？群馬。いつ？1時間前だよ、もうわかってんだよ。誰が来た？消防。で、地元消防は菅野沢有力って言ってるんだけど、県警が完全否定。でだ、俺たちメディアは現場に行かせないつもりなのかな。キラキラ光ってるのが機体ってことか。人はどこにいるんですか。人も粉々ってことですか。共同通信ニュース速報。日航123便の墜落現場は群馬県田野郡上野村の南西御巣鷹山。繰り返します。日航123便の墜落現場は群馬県田野郡上野村の南西御巣鷹山。先発した浅山と関西は15分ほど前に上野村を出発したところまでは確認できた。第二陣はうちの山岳会のメンバーを中心に編成した。リーダー川島。はい。親分の安西は捕まらなかったが、いずれもそうだ。彼らのガイドに従ってくれ。山に入ったら通信手段がありません。ああ、万一アクシデントがあったら共同通信の記者を拝み倒して無線を借りろ。はい。じゃあルートの確認をしてくれ。はい、はい、じゃあ見えるところでいいと思いますか。前が安西さんのことは聞いてないんですか。あいつは今頃登山指導センターで朝飯食ってるぜ。赤十字病院に運ばれたらしいですよ。落ちたか。新米橋の駅で倒れたそうです。意識不明の重体で奥さんも病院に駆けつけて。間違いないのか。はい、販売局の人間から聞きましたから。安西です。ご用の方はメッセージをどうぞ。奥さん、結城です。朝から何でもすいません。病院にも電話を入れてるんですが状況が分かりません。時間があるときに連絡ください。僕もなるべく早く病院に行くようにします。じゃあ。共同通信ニュース速報。日航機墜落事故現場の御巣鷹山の山中で生存者が発見されたのを。繰り返します。ゆうさん、ゆうさん、紙面構成大幅に変更だよね。一面は奇跡の生存。局長、局長、あの一面、奇跡の生存ね、バッと行こう。分かった。でっかく生存者の数を確認してもらう。もちろん、もちろん。それを圧縮してた。わざと妨害してるから。
ろ。沢村さん、やばいじゃないですか。知ったことか、そんなの。やっちゃん、聞こえますか。ビーチです、どうぞ。ダック、無線機のバッテリー持ってきた。持ってないよ。後で自衛隊から水もらっといて。はい。なんか昨日の夜から怒ってましたけど。もうちっと早く来れてりゃ、あと20人や30人は助けられた。早く、夜は消防団が夜は危ないからって止めてましたね。俺たちやね、県警の機動隊だ。杉野沢だってことは分かってたんだ。じゃあ夜の時点で出発できたっていうことですか。当然だよ。ここは俺たちのお前仕事場みたいなもんだから、俺たちもよく知ってるさ。金馬作家です。サンキュー。あいつらが間に合わなきゃこいつを使わざるを得ないな。いや、そいつはブツが届かなきゃしょうがないだろ。現場雑感とストレートニュース一緒にするな、トトロキ。どうした。スペードのエースです。日航機に積んであったのかな。これのサロ。はい。それとこ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 れと。いや、そんなスペースありません。なら作れよ。え？広告外しても写真は載せろ。いや、そんな無茶苦茶な。はい。何しやがんだよ。おめえこそ何してんだよ。こんなもん俺がかけて言ったか。もうどうしたんだよ。テレビ眺めて共同電話いじってやがった。バカ野郎。うちの現場雑貨に化けさせようってんですか。誰の指示だよ。部長だよ。文句があんならそっちに言えよ。おい、ちょっと言うき部長。こんな恥ずかしいことはよしにしましょうよ。仕方ないだろう。うちは全滅なんだから。まだ分からんでしょうが。間抜けな全権の尻拭いしてやってんだぞ。叫んだ。雑感は狭山が出向します。締め切りまで8時間ありますから。おい、みんなも仕事仕事、はい、ああ、おっかね。行動です。
蜘蛛膜下出血だったんです。手術はしていただいたんですが、このまま植物状態になるかもしれないって。そんなバカな。遷延性意識障害。3ヶ月以上この状態が続くと医学的にはそう呼ぶんだそうです。難しくて覚えられません。覚えたくもないですし。病気のおじいちゃん。ああ大丈夫、きっと目を覚ます。心配するな。いい匂いでしょう。ああいい匂いだし、いい朝だ。純から電話行きました？いや、いつ？ああ先月連絡するって言ってたんですが。何年か前までは帰国すると一応電話はしてくれたよ。いきなり電話してきて嫁さんを連れていくはないだろう。こっちは結婚したことも知らなかったんだ。それってあの5年前のあれですか？それっきりだ。あれは結城さんが頭ごなしに怒鳴るから。頭ごなしに怒鳴ったわけじゃない。不愉快だから不愉快だと言った。はい、好きなハイヤーかよ。いいから走れ。マブシ。ああ頑張ったよ。相当いいネタ持ってかれると思うよ。もう勘弁してよ。ブズブズだ、疲れちゃって。すいません、電話をお借りできます。今満杯。事故の規模に比べますと。好きなのは3つ目ですけどね。ごめんよ。いや、いきなり全権だってな。大丈夫なんかい？安西のこと聞いた？さっき病院に行ってきました。俺も顔出してきた。神さんには後のことは心配するなって言っといたが、大事な仕事やりかけでたく間の悪い野郎だよな。そんなことよりよ、もうできたんかい？できたって？今日は日付が変わる前に下ろすんだろ。ああ、局長どういうことですか？後半午前1時でしょ。あと1時間あります。ん？言わなかったっけ？今日は締め切り伸ばせないんだよ。臨転機の調子が悪くてな、呪い旧式を使わなきゃならないんだよ。そんな話聞いてないよ。伝えてなかったのか、ロキ。ドタバタで聞き逃したんじゃないか、あんた。やめとけ、出してる場合じゃないだろ。佐山たちは締め切りは1時だと信じてます。配達を送らせてもらえませんか？お願いします。編集局のスケをまたこっちが払うのかい？524人を乗せたジャンボは群馬に落ちたんですよ。群馬に！ゆうべも遅れて販売店からの苦情が殺到だよ。局長、雑貨は届きます。北館のプライドの話でしょうが、次長も何とか言ってくださいよ。プライドったってお前、状況が状況だしな。状況ははっきりしてんだよ。そうですよ、状況ははっきりしてるんですよ。社長の耳にも届いてるぜ。まあ一度決定したことだからな。よし、
下ろすぞ。はい。はい。轟さん、あんたそれでも事件やろ、走ってくるか。落ち着け。もっと冷静になれ。言ってなかったんかい。失礼しました。行くぞ、患者。こんな夜中に電話がしてくれるわけないでしょ。元気当たるんだよ。確実に関係してくれるところ行きましょう。そんなとこあるか。村に旅館あったじゃないですか。あそこは NHK と朝日が占拠した。だから狙い目ですよ。確かに行かないでしょ。一晩中使い続けてるよ。営業用と自宅用とか2回線あるんじゃないですか。確かにあるな。俺はあの二人に顔向けできんよ。あいつら北関の歴史に名を刻み損ねた。わめいたり叫んだり、ゆきさんらしくないですよ。え、ずーか、喧嘩売る気はやめとけ。だって臨転機のことは単純に誰かが確認を忘れたってことでしょ。何ですか。いいから来い。13年前のスター記者が、そういうことですか。俺は結城や田沢は轟さんたちに比べたらパシリに過ぎなかった。やり方がきったね。お前顔の割には言葉が雑だな。顔が雑な方が良かったですか。とにかく男の嫉妬はそこまで浅ましいって話だ。はい、ゆうさん、佐山です。無事か。大丈夫です。菅さんは無事におりまして。自宅用ですから長電話をやめてください、ね。わかりました。すみません。行きますよ。いつか御巣鷹山にて佐山菅沢両記者、尾根は足の踏み場がない。佐山、白く小さな機体の破片、ちぎれて焼けた毛足や胴体。おかみさん、お邪魔しました。ありがとうございます。どうもやろ。青木、風呂止めしたの。用意できてます、奥で。あれ、なんでここに。いや、ちょっとトイレ邪魔したな。秩父事件の見舞いやね。君来たか。はい、佐山と申します。轟ちゃん元気。ええ、轟部長でした。はい。そう、彼部長になったの。だったらよかった。うちの試験受けてもらおうと思ったんだけどね、丁重にお断りされちゃってさ。10年前だったかな、弟分の結城君にも声かけたんだよ。そんなことがあったんですか。轟、結城のチームはすごかった。惜しいよね。あの二人なら東京でもやれたろうにさ。試験受けるって入社試験ですか。引き抜きだよ。あそこはああいう言い方しかできないの。今いいですか。30秒でまとめろ。事故調のメンバーに大学の先輩がいます。私の恩師のゼミにも出ています。お前工学部だったな。当たってみる価値ありませんか。わかった、行け。もう一つだけ聞いていいですか。10秒。北関を辞めようと思ったことはないんですか。ない。
おい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 、すごいぞ玉木。おい起きろ。黒坂部長、何ですか。こいつはどういうことだ、説明しろ。何の騒ぎだよ。広告だよ広告。二斜面の前後段が飛んじまってるだろうが。広告飛ばしたのが結城さん。ああすいません、外しました。お前自分が何しでかしたか分かってんのか。北関東最大の売り場面積を誇るショッピングモールのオープンだぞ。うかずでした。この広告がな、うちの若手が口説きに口説いてやっと取ってきたんだよ。お前前後段の記事がいくらだか知ってんのか。102万飛んでこせんだよ。そうですか。そうですかじゃねえだろ。すいません、事故が大きかったもんで。事故が大きかった、ふざけんな。だから演習の連中はな、苦労しなくのボンボンだって言われるんだ。1円も稼がないで俺たちに食わせてもらってるくせによ。新聞社は新聞が商品でしょうか。こっちはそれを作ってんだ。言い返す立場になるか。青いことほざくな。広告収入がなけりゃいくら天下国家を語ってところで新聞は一日たりとも出せねえんだよ。新聞本体がちゃんとしてなきゃ広告なんぞ一つもつかんでしょうが。だっておい、どこ行くんだっつったか。朝飯です。朝飯ち、話はまだ終わってないぞ。部長も編集係なら忘れんでください。紙面制作の一切の権限は編集局にある。口出しは無用願います。なんだこの野郎、社長に可愛がられてるからってな、調子に乗るな。可愛がってもらってんのはあんただろ。ゆきさん黙れよ。お前が全権デスクに抜擢されたのだってそういうことだろ。ああお前のおふくろが社長の目かけたか知らねえけど。なんてことすんだお前。前にお前呼ばわりされる筋合いはないよ山田。頭冷やせ。倉坂さんが言ってることは正論だろ。おふくろは目かけじゃないよ。さっきの話本当なんですか。あれは出まかせだけど、朝鮮戦争の頃群馬にも基地があったからさ、その町にもパンパンが溢れてたじゃない。そんな噂なら聞いたことあるな。ユウさんのお母さんが洋パンだったって。社長が若い頃通ってた。だから自害せんよ。みゆきは入社した時から特別なんだよ。社長の扱いが違うんだ。でも子犬は分けてもらってませんよ。俺なんか白川社長から子犬いただいた時は感動したんだよ。これで生涯生活が保障されたって。社長はこれと目をつけた人材に犬を分けるんでしょ。それだけ倉坂さんが優秀だったってことですよ。初日は墜落、昨日は4名生存でした。今日の橋は4つあります。多いな。第一は山での遺体搬出作業、これは間もなく始まります。それで藤岡市民体育館で行われる遺族と遺体の対面、あとは生存者の証言と事故原因。事故原因は後部ドアの破損で決まりなんだろう。いや尾翼の破損じゃないか。まあいずれにしても共同に頑張ってもらうしかないな。いや花から捨てる手はないでしょう。今日事故調が現地で入ります。工学部出身者を張り付かせようと思うんですが。誰だ。玉木です。女じゃないかお前。事故調メンバーの恩師である教授のゼミにも出てます。今その線で渡りをつけてます。まあやれるだけやってみろ。そうします。では遺体の搬出作業ですが。搬出より対面だろう。涙の対面。今日の使命はこれで決まりだ。何百もの遺体をヘリで搬出します。前代未聞です。そんなものは写真一発押さえておけばいいや。泣かせで作れ。いいな。何だその面。まあ、そう結論急がないでよ轟。兵隊の配置なんだけどね、今日は何人出せる。20人ってどうかな。30人出してください。うちは全国じゃないんだぞお前。そんなに出したら他に手回らないだろ。25人。どうだ。25人なら振り分けは市民体育館に10人、病院に5人、残る10人は御巣鷹山に登る。おい、なんで山に10人もやるんだよ。対面にもっと下げ。一面で10回シリーズがあります。現場作家の拡大版だと思ってください。主力者を投入して日替わりで署名記事を書かせます。初回は昨日落とした狭山の現場作家。明日から始めます。お前な、山は遺体収容と搬出の単調な繰り返しなんだぞ。一瞬にして520もの命を飲み込んだ山です。ネタが出てこない方がおかしいでしょ。単なる感覚で物を言うな。大久保教師や連合赤軍事件の古い感覚で物を言ってるのはそっちでしょう。なんだと。御巣鷹山は我々の想像をはるかに超えた現場なんです。器を大きく構えなければあの山には太刀打ちできません。北関の伝統は現場で他者を圧倒するということじゃなかったんですか。分かった、やってみろ。はい。いろいろ欲張りすぎるなよ結城。どっちつかずの使命ほどみっともねえものねえからな。フランス側から英国側への横断に成功し、史上2位の記録を達成。お前なんか迫力出たな。
ごいなお前ら。メンバーは日本から大貫さんと国学院大学生清水浩二さん。お疲れ。なぜ落としたんです？輪転機が故障した。古いのを使うんで後半時間を延ばせない。だったら送った時どうしてそう言わなかったんです？言えなかった。それくらい言えよ。さよなら。では。もう何もかもバラバラでしたよ。お入れ付けなんです。つるつる滑るの。転がるとそこに手とか足とか首とか肉の塊が転がってて足の踏み場がないんです。近づくとハエが終わってて銀杯なんですかね。あれ足首足首が転がってつるつる滑るんです。足首が肉の塊になったもんね。あんまり視界がなかったから途中からヘリの音がガイドになったんで、尾根一つ間違えた時の修正がなかなかできなくて。もう一度現場作家。そんなの今更じゃないですか。今朝の新聞に載らなきゃ意味ないんですよ。こっちは命がけで送ったんだよ。あんなのが現場作家か。あんなの夜中に受け取ったのはたった30行の原稿だった。それが何なんですか。あんな状況だったらあれはギリギリでしょうが。そうだ、あれは北館の意地だ。現場作家じゃない。80行でも100行でもいい。好きなだけ書け。お前が見てきたものをきっちり読ませろ。わかりました。ちょっと待ってよ佐山さん、冗談じゃねえよ。話が違うじゃない佐山さん。菅さん、本物の現場作家全権に読んでもらおう。自己調メンバーと教授のリンクを確認できました。実際に教授と接触して情報を引き出したいんですが。教授はどこにいる？自宅を直撃します。よし、行け。了解。遺体収容の体育館。地元出身の元総理と現職総理の花。ここでも張り合ってるわけ。もらって悪い気はしないだろう。書いてよかったです。少し落ち着きました。すぐに読む。帰って着替えてきます。いや、今日はゆっくり休め。いえ、騒がしい方が落ち着きますから。角さん、これ一面トップで。どうした、目真っ赤じゃねえか。オス高山にて若い自衛官は仁王立ちしていた。両手でしっかりと小さな女の子を抱きかかえていた。赤いトンボの髪飾り、青い水玉のワンピース、小麦色の細い右手がだらりと垂れ下がっていた。自衛官は天を仰いだ。空はあんなに青いというのに、雲はぽっかり浮かんでいるというのに、鳥はさえずり、風は悠々と尾根を渡っていくというのに、自衛官は地獄に目を落とした。そのどこかにあるはずの女の子の左手を探して離れなかった。昨日中本記者が直面した、それは幾多の戦場をも上回るほどの光景だった。生存者が見つかった奇跡を未だに信じられないほどだ。群馬長野県だ。どうしました？
一のクラスターに入った実感があるね。もう安全と呼べる場所はどこにもありません。少し早いけど安西連しましょうか。安西連テラスはこの上だろ。ええ、安西連は安西連テラスまで取っておく。行こう。律儀なんだか愚直なんだよ。行きましょう。気が動転していて言い忘れましたけど、手術の後少しだけ意識が戻ったんですよ。その時一言、すぐ追いつくから。結城さんですよね。結城さんに言ってるんですよね。今もきっと結城さんを追いかけてるんです。安西は普通の人間とは違います。きっと起きますよ。はい。局長の伊藤は何て言ってました？ゆっくり休め、できるだけのことはする。社に要求すべきことはきちんと要求した方がいいですよ。僕も後押ししますから。ありがとうございます。でも要求だなんて。しないと会社は動きません。ひどいなとは思ってます。あんなに働かされて。ここ1ヶ月ぐらい満足に寝てなかったんですよ。黒田みなみって方ご存知ですか？前の社長秘書ですね。安西はその女のことで走り回ってたんです。知らなかった。伊藤局長さんに毎日のように言われて。詳しくは分かりませんけれど。安西辞めるつもりだったんですね。ついたてに登って新しい人生に踏み出そうとしていたんだと思います。あの人は逆のことを言ってました。逆？ついたて岩は怖いって。だったらなんで登るのって聞いたら、ゆうちゃんを下ろすために登るんだって。僕を下ろす？俺にとってのついたて岩が、あいつにとっての白川社長だって。ゆうちゃんは降りたがってるって。わけのわからんこと言うやつ。みなみ電話よ。誰？北川の弁護士からだったらいないって言ってよ。元の同僚だって。結城さん知ってる？どういうご用件でしょう？どこ行くの？
ちょっと行ってくる。おう、元気そうですね。まあ一応な。何するの？いや大丈夫です。僕は君が結婚するんで辞めたとばかり思ってた。電話で聞いた限りではセクハラが原因なんだね。というより言葉の暴力でしたけど。どこまで話せばいいですか？君に不都合なことを尋ねるつもりはないし、この話を他人に公開したりはしない。安西を追い詰めた事件がどういうものだったのか知りたいだけなんだ。不都合があるとしたら私じゃなくて結城さんの方です。僕は？白川社長の所有欲をご存知でしょう。自分の持ち物である秘書が自分の持ち物である記者に好意を持ったらどうなるか。私結城さんのことが好きでした。すごく好きでした。社長は人一倍感度鋭い人ですから、すぐに分かってしまって、最初は結城さんの新人時代のミスの話で私にも微笑ましく思えるものが多かったです。そのうちに。続けてくれ。あいつは父親は知らねえんだ。非正児だから。だから俺のことを父親のように思ってる。全国紙に抜かれて東京行くやつもいるけど、あいつは絶対俺から離れらんない。あいつは俺の子犬だ。あいつの女房は俺に嫉妬してる。いやいや、お前もいつか俺を憎むようになる。うまくいかねえよ。それならおふくろの話も出たんだね。まあ言っといた方がいいだろう。南はパンパンって知ってるか？知りません。洋パン。聞いたこともありません。何ですか？坊やの母ちゃんはな、インバイだった。洋パン。朝鮮戦争の時、まあ、あいつもいろいろ苦労してるわけよね。ごめんなさい。何が？話すことができて私は吹っ切れました。モナリサ、モナリサ、men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile?Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die.スイスのどこ？チューリッシュ。ラブリーワークオブアー。新聞だけが好きなの？だってそうじゃないか。
材木屋のやっちゃんがよ、歴代首相として戦後初の公式参拝やるってんだから、俺はまあトップにしねえわけにいかねえだんべよ。しかし日光をトップから外すとしても、群馬3区では依然として元首相と現首相が攻めに合ってる現状ですから、中曽根寄りに見られるのもまずいわけで、そのあたりバランス感覚どういたしましょう。だから公式シャンパン持ち上げちゃダメだっての。英断か万国か両方歌っちまえばいいだろう、両方。はい。ちょっと待て。てっかな、ゆうさんのすごい秘密知ってる。知ってる知ってる知ってる。知ってるの？じゃあ言われる。教えろよ。よし、着替えにしては随分長えな。あ、予定は4時だ、遅刻じゃねえだんべ。病院回ってきたもんですから。バカ野郎、あんたなんかにかばってる時じゃねえだろ。でかい動きがあったんだよ。生存者の一人が事故当時の機内の様子証言した。誰？日光のアシスタントパーソン。証言内容からして垂直尾翼の破損が事故原因として有力になった。なんだこれ、一人の記者発表も日光じゃないか。なんでマスコミの直接取材じゃないんだ。だって一面トップは決まりだろ。いや、トップは決まってるよ。最後の現場だったんだ。だが言うな。日光による情報操作の可能性だってある。この証言は宮古市でいいよ。二斜面ってかバカかお前。じゃあ一面方ということでな。加賀さん了解。お前ら無線がないとか言って愚痴り合ってんだって。考えてみろよお前、今回の事故現場の山に必死になって登って、また必死になって降りてきて、ボロボロになって泥だらけになって、で、しこいて地元駆けずり回って電話探して、それで最後なんか雑魚送ったんだろ。それで、はい、そういうのな、地元の人間はきっちり見てんだぞ。そこに感動すんだよ、そういうの評価すんだよ。お願いします。おう、あそこに開けてくれ。よし。あ、お前何か間違いでも。この広告外せ。なんで？無神経すぎる。いや、ユウさん、広告とはいろいろあったじゃないですか。まあ、もう誰かに行こうか。こいつは足で稼いで広告じゃないでしょ。外してください。いや、だけどさ。いいから外せ。こんな恥知らずの新聞出せるか。何も感じないのかよ。墜落記事とお詫びが上と下で。群馬県だよ、一番人気誰だと思う？一番人気あるやつ、中央に出てった中曽根や福田じゃないんだよ。国定中尉だぜ。イギリスだってそうだよ。サッチャーじゃないんだ。